ム18号でございます。阪神タイガース勝ちました。才木投手、いやほんまにありがとう。いやいやいや、ちょっと喉がどうしてもね、ちょっとね、あの三上源蔵の次の日はね、僕の声が枯れてるっていうね、なんででしょうね、別人なんですけどね、声がどうしても枯れてしまうということで、はい、今日阪神勝ちました。ありがとうございます、才木投手。いや、ほんまありがとうございます。昨日ね、7点差逆転されて、阪神、11対9で負けて、今日は1対0で勝つっていうね、2安打、しかも2安打で勝ってまうっていう、もうどういうことや。もうこれが野球ですわ、ほんまね。いや、ほんま今日はね、3回2アウトランナーなしから、才木投手がフォアボール選んでランナー出て、井上康太選手がチーム初安打、そして中野選手がタイムリーヒット。はい、その2安打で勝ちましたからね。いや、ほんま中野選手よう打ってくれた。そして中野選手の守備ですよ、守備。ワンアウトランナー1塁で、センター前へ落ちる打球を中野選手が、追いかけて背面キャッチ。1塁ランナー飛び出して1塁へ投げてダブルプレーチェンジ。いや、このプレーめちゃくちゃでかかったわ。いや、ほんまね、中野選手、ほんまにね、ほんまたまにね、エラーやっちゃうときありますけども、普段からほんまとんでもない、えげつないプレイ、ファインプレイしてますんで、ほんま中野選手、いつもありがとうございます。はい、そして、才木投手ですよ、才木投手ね。もう最後まで球威落ちんかった。ストレートでグイグイ押してね、フォークボールも落ちてました。後半になってもね、150キロ超え連発。もう9回最後もね、同点のピンチになりましたけども、牧選手を、ストレートでキャッチャーフライ。魂の128球、4安打完封。ありがとう、才木くん。そして才木投手、ヒーローインタビューの第一声が、いや、もうちょっと点取ってほしいですねって。いや、ほんまそれ。ほんまそれですよ。才木投手の性格上ね、もう半分冗談で、笑かすつもりで言ってますけども、いや、これほんまマジやからね。ピッチャーにそんなこと言わせんなよ。いや、2安打って。しかも3回に出た2安打、それ以降ヒットなし。いや、もちろんね、ベイスターズの大貫投手もね、もう素晴らしいピッチングでしたけども、いや、もうちょっと打ってくれよ。いや、もうちょっとじゃあ、もうだいぶ打ってくれ。だいぶ打ってくれ。今日だけちゃうからね。うん。まあ、今日はね、サトテルちゃん、森下くんが、スタメンから外れまして、1番にね、井上康太選手。はい、今日もね、ヒット打ってくれました。井上選手ね、やっぱバッティングの内容いいっすよね。まあ今日は一番びっくりしましたけどね。うん。まあ日替わりオーダーなっておりますけども。早くね、もう早くスタメン固定したいですよね。まあそのためにはね、みんな打ってくれないと。うん。まあ固定できないんでね。はい、もう今日はね、もうなんと言いましても、才木投手、才木ヒロト投手の頑張り。はい、もうそれしかない。もう岡田監督も試合後ね、もう才木様様よ、はっきり言ってましたからね。才木投手すごい。もう去年ね、WBC 走行試合で、大谷選手から、才木投手が、ストレートで空振り三振取った、次の打席で、フォークボールをね、膝つきながら特大ホームラン打たれて、そして才木投手裏でね、ロッカールームで、いや、ほんまに本気で悔しがってましたからね。そっから一皮も二皮も向けて今の才木投手があるんすよね。才木投手ありがとうございました。ナイスピッチング。もうセリーグはね、今世でもう数試合やったらね、最下位のチームが首位になったりね、首位のチームが最下位になるぐらいね、もうそれぐらいね、もう今世ですけども、はい、今日は、巨人がどうなるんでしょうか。阪神入れ替わって首位にまたね、なるんでしょうかということで。ということでね、昨日嫌な負け方しましたけども、今日の一勝は、でかい！はい、火曜日からもどんどん買っていきましょう。今日の会場でございます。ありがとうございます！さよなら！バイバイ！